はい、今回もね、幸福の科学さんにいただきましたザ・伝道という形でございます。伝道というとね、エホバの証人さんがちょっと頭に浮かぶわけですけども、それとはちょっと違って、今回は戦争を振り返ってね、ひめゆり学徒隊についていろいろと思いを巡らしてみましょうということでございました。ね、沖縄の美しい風景も、かつてこの土地でたくさんの人が命を落とされた鉄の暴風と言いますけども、もう天からね、鉄のかけらが落ちてくると、逃げるところがない、そういう状態ですよ。それでもよく生き延びてくださいましたということでございます。これね、 YouTube でも見たことがあったんですけども、戦火の中逃げる途中にね、もう倒れてお亡くなりになってるお母さんと背中におぶわれてギャーギャー泣いてる赤ちゃんがいたそうなんですよ。でも誰もその赤ちゃんを取り上げることも助けることもできずに、ゾロゾロと歩いていったという風景、そしてその風景に遭遇した当時若い女性だった方が証言されてます。今ね90代ぐらいになって、あの時の赤ちゃんはどうなっただろうかと今でも考えると、うん、まさにそうですよね。あのまま助かったとも思えないし、助けられたとしてもどこまで生きながらえたのか本当に気になります。戦争っていうのは全ての道徳や常識がぶち壊れる瞬間です。絶対に歓迎するべきではありません。まあ、今でも戦争が起きてますけども、戦争の原因っていうのは必ずね、起こす人がいて銃を取る人がいるんですよ。ですので私たちがその選択に迫られた時に、懲役になろうとも銃を絶対に手に取らないという、そういう決断で戦場を無人にすることができるんじゃないかなと思いますよね。戦場が無人ならば傷つく人は誰もいません。でも現実にはそうもいかないですよね。どうしましょうか。そんなことをやっぱり考えざるを得ない、この伝道という本でした。